薬や化粧品などの皮膚に染み込ませるタイプのものは皮膚に塗ってから二十分後から急激に浸透し一時間までの間にそのほとんどが吸収されると言われている犬用の コンタクトがある。リワコは川である。プロ野球の永遠のライバル、巨人と阪神の応援歌は。 同じ作曲家が作っているサマージャンボ宝くじの1000万円以上の当選確率は約 0.00008%1 00年のうちに 人類が滅亡するほどの大きな隕石が地球に衝突する確率は約0.002%である。ブラジルの首都はサンパウロでもリオデジャネイロでもなくブラジリアである。 授業中に眠くなった時はしばらく眠いふりをすれば眠気が覚めてくるノンシュガーでも砂糖は含まれている。 リーチバレーはネットの高さやボールの大きさなど基本的なことはバレーボールと同じだがボールの空気圧だけはバレーのボールよりも23割程度低い空気圧に設定されているインタビューで 放送席放送席と二回繰り返すのはマイクの音量調節のためである。監修ではあったが必ずしも二回繰り返す必要はなくなっている。ヒーローインタビューを最初にしたのは日本ハムファイターズで1974年のことである。 コアラは一日22時間眠る自動販売機で70円のものを買う時100円玉を入れてから10円玉2枚を入れるとお釣りが10円玉5枚で出てくるが 10円玉2枚を入れてから100円玉を入れるとお釣りが50円玉1枚で出てくる「陳腐という言葉を「つまらない」として使われているが陳腐は世の中にすでにありふれている平凡な という意味で使う。ピーナッツはナッツではない。ナッツというのは硬い殻を持った食べられる好みの総称であり。栄養が豊富なナッツは天然のサプリメントとも呼ばれる。 山口県のガードレールは夏みかんをイメージしているため黄色である「満足世界幸福先生正月阿宝金玉谷谷谷谷谷」。 これらはすべて実在する名字である。ギロチン、サンドイッチ、ホッチキス、センリュウ、リンチ。これらは人の名前である。怒りっぽいのはカルシウムが原因ではない。 サラリーマンは給与生活者のことを指すのに対しビジネスマンは本来実業家や商売人を意味するなおサラリーマンは和製英語である栃木県の県名の由来は その名の通り、土地の木が多く生えていたからと言われるが、はっきりとした理由は不明である。栃木には日光があり、日光圏とする候補もあったが、徳川家由来の日光に、明治新政府が難色を示したため、栃木が採用されたとも言われている。 腕の静脈が青く見えるのは目の錯覚であるクリスマスイブのイブとは晩という意味のイブニングの略であるなぜクリスマスの前日の夜を祝うかというとユダヤ歴では 日没の瞬間に日付が変わるとされているため。なので現在では、前日の夜が、ユダヤ歴ではクリスマス当日の夜となる。日本の名字には、んから始まるものがある。んね坂。 マコシ、ガムラ、他にも、和音の方から始まる名字もある。お阪、おびなた、お弓、である。しかし、現在で確認されている五十音最後の名字は、ワンメ、である。 消耗の本来の正しい読み方は「消耗」である消耗の「毛」の「毛」という文字に引っ張られ読み方が定着してしまい消耗となった贅沢三枚などに使われる三枚とは 精神を一つに集中する。という意味のサンスクリット語、サマーディの音訳で、仏教などでは、ヨガや禅の業によって到達する、究極の境地のことをそう呼ぶ。日本では、江戸時代の頃の庶民の中に浸透し、次第に、 自己中心的な考えを指すようになっていったカスタードは防弾チョッキにも使われるドラマなどで 会社を辞めるとき辞表を出すシーンが映されるため、誤解を招きがちであるが、辞表は、会社を辞めることを意思表示するものではなく、役職を辞することを表示するもので、役職に就かない社員は出すべきではない。会社を辞める意思表示は、退職願いで行う。 ラジオ体操のような郵便体操がある世界で一番歩くのが早いのはシンガポール人で2位はデンマーク人世界一長い国家はギリシャの 自由への参加で、百五十八番まであり、五十五分かかる。大抵二番までしか歌われない。世界一短い国家は、日本の君がよ。 北海道の人気菓子、白い恋人をパクった大阪の面白い恋人は裁判でパロディーと認められて公認された。チュッパチャップスのロゴのデザインはサルバドール・ダリである。 天津甘栗の甘栗は天津では取れないフォーチュンクッキーは北陸の辻浦せんべいがルーツで日本人がサンフランシスコで提供したのが始まり井村屋の あずきバー一本にあずき百粒が使われている日本初のアイスクリームアイスクリームは一個八千円かき氷よりもアイスクリームの方が 冷たいアイスクリームのコーンの意味はトウモロコシではなく塩水系せんべいが丸いのはおせんというおばあさんが売れ残った団子を。 つぶして焼いたからおせんさんの餅ちでおせんべいと呼ばれるようになったプッチンプリンが三連なのは四人家族でパパは省く設定だからカッパエビせんは 発売当初河童のイラストが使われていたフルーツポンチは日本で生まれた千引屋の商品みたらし団子は関東では4つ関西では5つ。 刺さってい諏訪湖のバッタソフトはソフトクリームに本物の稲子のカンドニが刺さっているドラ焼きの名前のドラは中国の金属打楽器のドラである。 じゃがりこのりこはりかこさんがおいしそうに食べていたから。江戸時代のカステラは大根おろしをかけて食べるおかずだった。 枝豆や冷ややっこなどのことを酒の魚と呼ぶことがあるが、この場合の魚とは酒をうまくする仲立ちをする食べ物を意味する。酒の名と書いて、それが省略されたものである。 お金を受け渡しするときのあの下部分がぼつしているあれはカルトンという全く同じ人が生まれてくる確率は10の24乗分の1これは 宇宙規模で考えてもほとんどありえないがゼロではない人間が食べたものが脂肪に変わるのには2週間かかるというまた食後48時間以内に調整すれば 脂肪に変わるのを防げるのだそうだ胃腸を温めたり壺を押したりして消化を促進するといい法律で禁止されている大麻よりタバコの方が 依存性と体内毒素が強い手や足の利き手利き足と同じように目にも利き目がある。 非常口の誘導灯が緑色なのは、炎と煙の中で、緑が最も目立つ色だからである。このマークは日本で生まれ、その後世界標準となった。 人が空腹を感じるかどうかは血液中の栄養素によって決まるため食事をとらずとも点滴をすれば空腹感は治まるセブン‐イレブン1号店で最初に売れたものは サングラスであるパトカーや白バイも交通違反切符を切られるガラスは 水中であればハサミで切ることができるドラえもんの妹ドラミは大学の教授である。 寝てる時、ビクッとなる現象を、ジャーキングと言う。クラゲの体はほとんどが水で、約95%が水分。骨はもちろん、脳や心臓もない。 この性質を利用して作られたのがクラゲカッターでクラゲが大量発生して漁ができなくなると漁師はマス目状のカッターを用いてクラゲをバラバラに体のほとんどが水分であるため水に溶けてなくなっていくのだそうだ。 品川駅の住所は品川区ではなく港区である就寝前に歯磨きをすると歯茎への刺激で睡眠を促進するメラトニンの分泌が妨げられ 不眠の原因となる歯磨き粉に含まれる芳香剤が引き起こす爽快感はエスプレッソコーヒー2杯分と同じ不眠効果があるのだとか SNS で 自分の意見は正しいと思い込む現象をエコーチャンバー現象という。失業保険という名称の保険は1975年時点で消滅しているため実際には 失業保険というものは現在存在しない。人という字は人と人が支え合ってできている。これはニトベ・イナゾウの言葉である。 会話の中で相手の話に声を出して軽く返事をすることを相図を打つという刀鍛冶が刀を叩いて鍛える合間に弟子が土という道具で軽く叩く様子から生まれた英語ポルトガル語 オランダ語、イタリア語、ギリシャ語、ロシア語、ベトナム語で、母を表す言葉は、すべて M で始まる。M で始まる言葉は、唇を小さく使うだけで発音できるため、赤ちゃんが最も簡単に話すことができるためと言われている。 日本酒を作る、当時当時たちは納豆を食べてはいけない手や衣服に納豆菌がついて日本酒に混ざると日本酒がダメになってしまう可能性があるためである百1番や百十九番に通報するときに 電話料金はかからないがこの緊急通報用の電話は電話会社の契約により減免の対象とすることになっているためかかった費用はすべて電話会社が負担している炭酸乾電池の炭とは 単というのは単位の略で一つで済む電池という意味である。ジョジョの奇妙な冒険の二十七巻で上院議員が車で跳ねた人の中にウォーリーがいる。 男と女ではへその位置が違うタラバガニはヤドカリの仲間であるローストチキンの持ち手持ち手には コックさんの帽子のような紙が巻かれていて持ちやすくなっているが、もともとこの部分は肉が薄く骨の断面が見えてしまい、見た目が悪かったため、それを隠すためにつけられた。正式名称はマンシェットという。 国立競技場には女性用立ち小便器がある。自衛隊には引き算の訓練をする人がいる。給養院という料理を作ることを専門とした隊員など様々な職種の人たちがいる。 8月24日はドレッシングの日であるカレンダーの8月31日野菜の上にあるからであるゴッホが生きている間に売れた自身の絵は たったた。っっの一枚であった「食後は胃などの消化器で血液が必要となるため食後のトレーニングは避けるべきである。 翼に1 1ルほどの幅がある翼竜がいたつま先から歩く人はせっかちでかかとからの人はマイペース少し重心が右寄りな人は嘘つきな傾向がある。 路線バスは信号を青に変えられるミイラは汽車の燃料に使われていた。 人の呼吸は一日約2万回である世界一高価なコーヒーは野生のジャコネコの糞から得られる滑らかで チョコレートの香りがすると言われているゆで卵は自体が有するカロリーよりも消化に要するカロリーの方が大きいとする説がある。 ジンベエザメは歯が8,000本も生えているがほぼ使わない歯の一本の大きさは直径1ミリメートルである本屋に行くとトイレに行きたくなる現象を 青きマリコ現象というドクダミ茶を習慣的に飲み続けると蚊に刺されにくくなることがある生ハゲには 性別がある。赤は男青は女である「クレヨンしんちゃん」の初期の重要キャラ「ブリブリザエモン」2016年5月まで16年間にわたり ほとんど登場しなくなったが、これは教育上の理由ではなく、声優を担当していた方が、不慮の事故で亡くなったことへの配慮である。リンスとトリートメントの違い。リンスは髪の毛の表面だけ。 トリートメントは髪の毛の内部までタンパク質成分を浸透させるチョウザメはサメではない3点の集まりが 人の顔に見える現象をシミラクラ現象と言う。急がば回れとはとある和歌が由来となっており琵琶湖を船で渡るより陸を行こうという発想のことである。 辰野はオスが子供を産む歌番組で歌詞のテロップが出るようになったのは桑田佳祐からである視聴者から何と歌っているのかわからない という苦情が殺到したためアイスクリームにチョコ生クリーム果物が添えられたデザートが考案された時これ以上完全なデザートを作ることはできないということで。 フランス語で「完全」を意味する「パフェ」と命名されたのび太とキテレツ君の関係はいとこである。 高知県には漫画神社という神社がある。東京に人口最小の村、青ヶ島村がある。 コンサート会場で一番音が良いのは真ん中より少し後ろの席であるペンギンの原種といわれる小型ペンギン原種なのに人気のペンギンとは姿形が大きく違う 歩行は前傾姿勢でグレーの背中に白いお腹というカラーリングである G ショックの製造メーカーのカシオは A ショックから Z ショックまで商標登録している 子供のどもが漢字かひらがなかの違いは自分の子かよその子かである居眠りは寝てはいけない時に寝てしまうことうたた寝は 寝てもいい合間に寝ること猫は肋骨が触れるぐらいでないと小太りである人類誕生以来の総人口は700億人である スーパーボウルで放送される30秒 CM 広告費は1回で6億円である。髪の毛は1日で50本抜ける。 人間が平均して覚えられる顔の数は五千人である。試合前に円陣を組んで掛け声をすると士気が高まるように見えるが逆効果でプレーの質が低下する。 オカピの体はオイルでテカテカであるシロクマはみんな左利きである八十四画の漢字が存在する。 道端に咲いているタンポポはすべて外来種であるラッコは寝る時海藻を体に巻くカンガルーの誕生日は 母のお腹の袋から出た日が誕生日とされているニュートラルをよく使うマニュアル車と違いオートマ車では使う時はほぼないしかし D の部分の前にあるため 毎回一手間増えることとなる。ではなぜニュートラルがあるのかというと、R から D にいきなりギアチェンジをすると、ミッションが傷んでしまうためである。そのため、間にニュートラルを入れて、ダメージを防いでいるのだ。 ブチハイエナは、オスよりメスの方が体が大きく、筋力も上で、狩りはメスだけで行う。群れでは常にメスがリーダーで、オスはリーダーになれず、メスよりも地位が低い。 スイートルームというのは人揃いという意味のスイーツのことで寝室今、浴室等がすべて揃った部屋のことを指す真っ白なホッキョクグマの地肌は 黒色である富士山は毎年2センチずつ小さくなっている大型バスで 窓が開くタイプと開かないタイプがある。それは補助席があるかどうかで決まる。補助席があると事故などが起きたとき逃げるのに通路にある補助席が邪魔になって逃げ遅れる可能性が高い。そのため補助席がある場合は 脱出しやすいように窓が開くようにしなければならないと国土交通省の車両保安基準によって定められているのだ人間は1分間平均で12から18回呼吸をする。 相手にしないことを鹿とというがこの語源は花札で十月の十点札がそっぽを向いて済ましている鹿の絵が描かれていることから由来しているトラックの フロント上部にある三つの緑色のランプは、安全のためにつけられたもの。時速四十キロまでは一つ、六十キロまでは二つ、六十キロ以上は三つのランプがつくようになっているのだ。 北海道の五稜郭は札幌ドームよりも大きい最も重いゴキブリは約30グラムゴキブリは助走がないと飛べない ナポレオンの絵は画家ダビッドの想像によって描かれた真珠湾攻撃は失敗していた海底ケーブルは船にケーブルを積み重りをつけて特定のポイントに沈め 水圧に負けないように何層にもカバーをつけて設置しているテニスボールやピンポン玉の色には意味がある宝くじの正式名称は当選金婦商標 漢字を部種別に分けた時最も多いのは草冠カツオやマグロは泳ぎ続けないと死ぬゾウの体の表面積を求める公式がある。 北斗七星のほかになんと六星がある明治のお札の肖像はあるイタリア人の想像で描かれたもの多角形には二分の五角形がある犬と猿は 本当に仲が悪い埼玉県には雨が降ったら水没する駐車場がある北極点で包囲地震が指す方向はカナダの方角。 原爆が落とされる前から日本は敗戦を決定していたインカ人はインカ帝国の首都クスコを宇宙の中心と考えていたヒマラヤ山脈やアルプス山脈の万年雪は 毎日のように新陳代謝して一定量を保っている一富士二鷹三なすびには続きがある殺人を犯したのに首相になった人がいる くしゃみで曲がった国境があるピンから霧までのピンと霧の語源はポルトガル語柔道の正式名称は日本伝行動艦柔道であるグリーンランドは 発見者の嘘からその名前が決まった鬼の典型的な姿である牛の角と虎の皮のパンツは鬼が出入りすると言われる鬼門が牛虎北東の方角にあるから上野の西郷さんが連れてる犬の名前は すん。カバの汗は赤い。モグラは十二時間何も食べないと餓死してしまう。 細菌とウイルスの違い。細菌は自分で増殖する能力を持つ。ウイルスは他の生物を宿主にしないと増殖できない。大相撲の武蔵丸にお酒は飲まないんですかと聞くと。 いくら飲んでも酔わない。水を飲んでいるのと同じで、もったいないのでやめた。と返したという。世界中の人間を集合させたら、琵琶湖に入りきる。 二万の対二語は超過である「車の助手席」という言葉あれは実は元はタクシー用語である「マジは」は 江戸時代から使われていた新橋駅の「ん」のローマ字表記は「n」ではなく「m」である種なしぶどうの作り方。 作り方は、ぶどうの花が咲いたら、ジベレリン液という薬を入れたコップに、花を一房ずつ浸すだけである。すると、種がなくても、膨らんで実になり、種なしぶどうが出来上がる。 飛行機と車燃費がいいのは車であるセスナ機で大体一リットルあたり七キロメートルであるが飛行機燃料は廃屋よりも値段が高いのだ空港の滑走路の芝生は 安全を守るために短くしてある。よく映画などで飛行中の旅客機のドアを開けるシーンがあるが、実際はどれだけ力持ちでも開けられない。 女性ファッション誌 JJ は女性自身の略であった飛行機のテーブルは若干傾いているこの座席テーブルは奥に向かって沈み込むように三度傾いている プーマとアディダスの創設者は兄弟。そして、仲がめっちゃ悪い。仏の顔も三度まで。とは、三回まではよくても、四回目は許されないと解釈できるが、 もともとは、仏の顔も三度なずれば腹を立つ、という表現が由来であり、四度目ではなく、三度目に怒られる。ヒラメとカレイは、生まれた時は、 左右に目がついている校長先生の話のマニュアル本が存在するレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作の「モナ・リザ」や「 最後の晩餐。これらの題名は、ダヴィンチ自身がつけたものではない。ダヴィンチが活躍した、ルネサンス時代には、作品に題名をつける習慣がなかった。 シューベルトが作曲した魔王はテンポがとても速いためシューベルト本人もちゃんとは弾けなかった日本の国旗は1999年に変更されている。 ションベンタレという名前の魚がいる。植物は葉の先端から伸びるが、昆布は根元から伸びる。 わしは大きくたかは小さいリモコンはリモートコントローラーの略称である肘がジーんとするあの場所の名前は ファニー・ボーンすべての人間は肛門から出発するつまり地球の中で一番最初にできる体のパーツは肛門である 東京から大阪間を14分で移動できる列車が開発されていた猫のひげは左の方が多い魔女の宅急便の宅急便は ヤマトの登録商標であるニール・アームストロングが月面で最初に踏み出した一歩は左足である警察は押収したピストルを 業者に委託して溶かしている笑いだけを食べ過ぎると笑い字にするクレヨンしんちゃんの父野原宏の兄の名前は野原せまし。 である猫は建物の45階から落ちた時よりも67階から落ちた時の方が損傷が少ないと言われている晴れる日が 最も多い県は香川県であるドーナツの穴は生地に火が通りやすくするために開けているドラえもんの本体価格は 二十万円である鶴の頭が赤いのは頭頂部に毛がなく皮膚がむき出しになっているためであるリスの尻尾は 危険な状況下で抜けるという習性があるため、掴んではいけない。一度抜けた尻尾は生えてこない。羊の前歯は下側しか生えていない。 かき氷で頭がキーンとする学問的な正式名称は「アイスクリーム頭痛」というダチョウは馬よりも速く走ることができる。 アイス消費量が全国ナンバーワンなのは石川県である。キリンビールのロゴは坂本龍馬をモチーフにしている。 キリンの睡眠時間は20分である目から血のビームを出すトカゲがいるアフリカのセネガルにある ゴレ島はかつては奴隷貿易の拠点として有名な地であったが現在では世界遺産に登録されているガリガリ組んで当たりが出る確率は3%である。 男性の汗の匂いにはアンドロスタジエノンという物質が含まれ女性を興奮させる効果があるかつてのアメリカ大統領ルーズベルトが趣味の熊狩りの際 怪我をした子熊を逃がしたというエピソードからルーズベルトの愛称テディーが由来となりテディーベアが誕生したサンタが一般的に赤い服を着ているのはかつてのコカ・コーラの CM がきっかけである ドイツ語には合計80文字以上で構成されている単語があるセロハンテープの原料はビニールやプラスチック類に思われがちだが実際は木材のパルプで作られている。 ダスキンの社名には脱皮という意味が込められている。皮は英語でスキン。そこから脱スキンと転じ、ダスキンになった。人間の腹筋は本来はもともと割れている。 ファスナーは左右どちらから開けることもできるが女性用衣服は左から男性用は右から開く構造になっている「猫」という漢字の右側が苗になっているのは 苗の中国語の発音がうであり猫の鳴き声に似ているからとされるウミガメは一度の産卵で最大200個以上の卵を産むことができる 有明アリーナは屋根が反り返った特徴的な外観であるがこれは施設内の体積を減らし空調効果を高めるためである1894年過去に一度だけ 国会は東京ではなく広島で開催された「アライグマは」は食べ物を洗うような仕草をすることから「アライグマ」という名前になったが実際は食べ物を洗わない目が悪いため 獲物を捕まえる時前足を水に突っ込み石の下などを手探りで探しているのだ人が服を着るようになったのは七万年前。 病院で使われている麻酔の中にはなぜ効くのかが解明されていないものがあるウェブサイトの履歴を消してもエクセルで上の右クリックメニューからハイパーリンクを選び ファイルウェブページを開くそしてブラウズしたページを開くと消したはずの履歴がすべて見えてしまうお弁当を仕切る葉っぱのようなプラスチックのあれは「バラン」という。 現在のマサ遺族はほとんどが携帯電話を持っているコンビニのフライドチキンの揚げ物に使用される油はリンスや柔軟剤にも使われるシリコンが添加されている。 未だに、青いバラ緑のチューリップ赤いパンジーなど人類が作り出すことのできない花の色がある人間だけでなく 猿や猫にも右利き左利きがある。日本人は9割以上が右利きであるが、動物は半々である。携帯電話から聞こえる相手の声は、そのままの声ではなく、 二千種類の中から最も似ている性質で再生されている。これにより大幅に通信量を減らすことができるのだ。北極熊グマの肝臓を人間が食べたら死んでしまう。 小学5年生、中学2年生、高校2年生の時にはまったものは、一度熱が冷めても再燃しやすい。消火活動に使った水道料金は、水道事業者が負担することになっている。 鶏肉は調理前に洗ってはいけない細菌が付着した水が広範囲に飛び散りかえって食中毒の危険性が高まるサケは川で泳いでいるサケを捕まえていきなり海に入れると 細胞がしぼんでしまい、生きていけない。河口付近の淡水と海水が入り混じった寄水域と呼ばれる場所で、3日から1週間ほどその場所で過ごし、環境に適した体へと変化させているのだ。 電話番号シャープは「#7119」は救急車を呼ぶか迷っている時にかけると専門の医療スタッフが対応し必要であれば119に転送してくれる番号である男性がカラオケで 女性ボーカルの曲を歌いたいときは、キーをプラス7にして、1オクターブ低く歌うと、気持ちよく歌える。逆に、女性が男性ボーカルの曲を歌いたいときは、キーをマイナス7にして、1オクターブ高く歌うと、気持ちよく歌える。 心理学によると、相手にひどいことが言えるということは、その人に依存しているということ。マックのポテトの原価は、S が3円、M が5円、L が7円である。 お弁当などで醤油を入れているあれはランチャームという。エビチリは日本発祥で中国にはない。 ひらがなで「大塚」と書くと軍隊で使われていたラッパの音のように聞こえる蝶の数え方は一頭二頭。 ウェブでエラーが起きたとき、400番はアドレスのミス、401番はパスワードミス、404番はページがない、500番はプログラムのミス、503番はサーバーが混み合っているかメンテナンス中である。 ロケットで初めて宇宙に行った生き物はハエである豚は空を見上げることができない。 古代のお金というと、石でできた大きいお金を思い浮かべるが、あの大きい石のお金を未だに使っている島がある。と言っても、結婚の証やお詫びの時など、例外的に使われるのみである。 イライラするのはカルシウム不足と言われることがあるがこれを証明する論文は存在しない日本人にとってコーヒーはあまり眠気覚ましにはならないもし眠気が覚めてもそれは思い込みで カフェインの効果ではないという。日本人はカフェインに強く、コーヒーのカフェインというのは西洋人にしか効かない。日本人は紅茶や緑茶の方が目が覚めるらしい。セプテンバーは 英語で九月を表すが、元は七番目の月である。紀元前153年まで、一年の始まりは一月ではなく、三月から始まっていたためである。昔は、一年が十ヶ月三百四日しかなく、 後になって1月と2月が足されたのだファミレスのメニューの制作費は一冊約1万円である。 織姫と彦星の関係性は恋人同士ではなく夫婦であるサッカーで1試合で3得点するハットトリックこの由来はクリケットから来ているとされる。 クリケットで三者三振を取るのは難しく達成した人には高級な帽子が送られたそうだ現在の日本では馬で行道を走ることができ馬であっても飲酒後に馬に乗って行道を走れば 飲酒運転となる映画「蛍の墓」の作中に「節子それドロップやないおはじきや」というセリフは出てこない。 眠くなるとあくびが出る理由複数説があり血中の酸素濃度を上昇させるためという説脳の温度を下げるためという説もあるエープリルフールが4月1日になったのはもともと 西洋の年の始まりが4月だったのだが、1月に変更された。これに反発した人々が、今日が1年の始まり、と嘘をついて騒いだのが始まりとされ、バカ騒ぎの4月馬鹿とされたため、エイプリルフールとなったとされる。 絵の具の主原料である顔料を紙に固定する糊の役目をするのが油性なら油絵水溶性なら水彩絵になる帰国子女とは保護者の国外転居に伴って国外に転居し その後帰国した子供たちの総称である。なので、当然男子も含まれる。なぜ男という漢字を入れないかというと、帰国子女の子は息子の子であり、子という漢字がすでに男の子を省略して表しているためである。 青森県から山口県まで本州を陸から通るときに必ず通らなければならない都道府県は兵庫県のみである日本で生まれたパンダの子供にも中国からのレンタル料がかかる フグの毒はフグ自身が毒を作っているのではなくフグの中にいる微生物が作っている一昔前は熱中症ではなく日射病熱射病という言葉が一般的であった。 ただ違いはちゃんとあり熱による障害を総称して熱中症強い直射日光の場合日射病締め切った車内などの高温で起これば熱射病という徳島県は 学習塾件数が全国一位である「怖いものの代表を表す言葉地震・雷・火事・親父、父親も天才のように怖い存在であることを表現しているように思えるが」。 実はこの親父とは、父親のことではなく、台風のことである。昔は台風という言葉がなく、代わりに、大山寺と呼ばれており、それが転じて親父と言われるようになった。 わかめを食べると髪が生えるは科学的には証明されていないモハメド・アリがボクシングを始めたのは自転車を盗んだ犯人を倒すため。 カントリーマームがしっとり柔らかいのはあんこが入っているから。世界一広いカスピ海には琵琶湖が五百五十八個入る。 行く方向がわからなくなったとき、人間は無意識に左に行く傾向がある。エレベーターで回数を押し間違えたとき、ボタンをダブルクリックするとキャンセルできることがある。 猫は人間が認識することができる光の六分の一の光の強さでも認識することができる。世界史のセンター試験では同じ記号が四回続いたことが一度もない。 豚に真珠は日本のことわざではなくイエス・キリストの言葉である。小便小僧がおしっこをしているのは爆弾の導火線の火を消すためである。 サランラップはもともと爆弾や銃を保存するために発明されたエアーズロックは世界で2番目に大きい一枚岩である。 恋は喉の奥に超強力な歯を持っている。シンガポールはサンスクリット語で獅子の町という意味である。マーライオンがあるのもそれが理由である。 姿形はイカで足が8本しかないタコイカという生物がいる結婚しているカップルの4組に1組は別々のベッドで眠っている。 ボクシングで使うサンドバッグは日本固有の呼び方でアメリカではパンチングバッグやトレーニングバッグなどと呼ぶ「スター・ウォーズ」のエピソード3は平日に公開されたため アメリカでは六百億円近い損失があったと言われている。非常口のサインが緑に白で描かれているものは、そこ自体が非常口であるのに対し、白地に緑で描かれている場合は、 こちらに進めば非常口にたどり着くということを示している米軍の厚木基地は神奈川県の厚木市ではなく綾瀬市にある。 アリは喧嘩するとどちらかが死ぬまでやめないショートケーキのショートは短いではなく砕きやすいという意味で海外では果物を添えたビスケット状のケーキのことを指す。 日本で最初のショートケーキは藤屋から発売されたがこの時にスポンジを使った現在のイチゴのショートケーキのイメージを作った打ち上げ花火が Q となる理由は Q という音を出すために 笛がつけられているのだ。北極と南極では陸地がある分だけ標高がある南極の方が最低気温が低い。 鉛筆にはもともと製図をする人用に硬さをレベル化した H と画家用に濃さをレベル化した B という全く別軸のグレードが用意されたが両方を兼ね備えた HB が生まれると H と B は同軸上の連続したグレードへと変わってしまったという経緯がある。 ネクラな性格という言葉は日本で一般には使われておらず、80年代のラジオから使われ始め、タモリがテレビで使ったことで世の中に浸透させた言葉と言われている。 タイヤメーカーのブリジストンは創始者の石橋さんを英訳して橋をブリッジ石をストーンでブリジストンとなった女優本田翼の名前はせっかく本田という名字だからと ホンダ技研のロゴマークかつ専売店であるホンダウィングから父親が名付けた。ただし父親は特にバイク好きというわけではなかったという。ホンダ翼自身はホンダのバイクという YouTube チャンネルを開設している。 16世紀後半、イギリス女王が頭髪を失う病気にかかり、色とりどりのカツラを愛用するようになった。それが貴族全体のトレンドになり、バッハやモーツァルトがカツラをかぶる機会ともなった。 ディズニーランドの付近に、ディズニーランド駅など、その名にちなんだ駅名ではなく、舞浜駅になった理由は、その付近で営業する店が、ディズニーランド駅前店という名前にすることを嫌ったことからである。 スーパーやデパ地下など、夕方になると、惣菜やお弁当に、2割引き、30%オフなどのラベルが貼られるが、これらは大抵、数箇所の切り込みが入っている。剥がそうとすると、すぐに破れる。この目的は、 ラベルの貼り替えによる犯罪防止である。日本のサザエは、2017年まで学名がなかった。高校野球には敗者復活戦があった。 現在日本人が捕鯨をすると欧米人の反感を買うが日本を開国されたペリー率いる黒船の一団が日本に来た大きな目的は捕鯨をするためである当然 という意味の当たり前の語源は当然という漢字の善を前後の善と書き間違えたことからとされている。イギリスにあるオックスフォード大学はアステカ文明よりも古い歴史がある。 日本のテレビ史上最高視聴率は第14回「紅白歌合戦で」で81.4%ビタミンは全部で39個ある。 クリオネは海の妖精と言われているが捕食シーンがグロすぎて有名人口が五人の国がある前に歩くカニもいる。 イルカはもともと陸上生物だったため溺れることがあるガーナサッカー協会会長の名前はホホワカメは 世界の侵略的外来種ワースト100に選ばれている。食べる文化があるのは日本や韓国など少数である。ダビデ像の目の動向はハート型になっている。 カフェインと肉を摂取しなければ生理痛はかなり治まるエクボは頬と筋肉の異常付着である赤ちゃんは 生後七ヶ月以内に愛情を体験させないと死ぬ。これは愛着障害という。パンダは双子の赤ちゃんだと片方は母親から捨てられてしまう。 動物園のフラミンゴは屋根がなくても逃げないボーリングにおいて倒れたピンを立てる作業を行っていた人のことをピンボーイというピンボーイは給料が高かった ほとんどの哺乳類は夢を見るエベレストの山頂では水が71度で沸騰する富士山は87度で沸騰する 電話をかけた時に言う「もしもしは電話の性能がよくなかった頃相手に聞こえるか確認するために言っていた」「申します申します」が変化したものであるバタフライは 平泳ぎの選手が早く泳ぐために考案したが、平泳ぎより早く、多くの選手が平泳ぎの競技中にバタフライで泳ぐようになってしまったため、議論の末、メルボルンオリンピックから新種目として独立することとなった。 『笑点』のテーマ曲には歌詞が存在するゲートボールはもともと子どもの不良化防止のために作られたサイは 火を見ると急いで駆け寄り、足で踏みつぶして消す、という習性がある。注文すると必ずついてくるコーヒーの受け皿。この受け皿は、コーヒーを冷ますためにある。昔の人は、 コーヒーを受け皿に移し冷ましながら飲んでいたオリンピックで使われる公式プールの長さは50メートルではなく50メートル2センチである 鑑賞は、観光の感と鑑定の感、どちらもあるが、観光の感の方の鑑賞は、ものを見て、その美しさや趣などを味わい楽しむこと。鑑定の感の方の鑑賞は、芸術作品などを見たり聞いたり読んだりして、 それが表現しようとするところをつかみ取りその良さを味わうことであるハサミでアルミホイルを切ると切れ味が戻る。 お笑い芸人の有吉弘之の正しい読み方は有吉弘之である。剣道は二刀流でも試合は可能である。 ゴルフやアンケートで使うあの小さいペンはペグシルという満月の間隔は29.5日である ンギンは空を飛ぶことはできないが最大2メートルもジャンプすることができるうなぎの波と特上の違いはうなぎの量が多いか少ないかの違いだけで品質は完全に同じものである。 五つ子が生まれる確率は三億三千二百十一万百十分の一である「引きがえるは三十六年恋は百五十年間生きる」。 カバの肌は人間の赤ちゃんよりも敏感肌である日中はずっと川や沼に浸かっており夜の間だけ草を食べに出かけるキリンは法律上 ペットとして個人で飼育することができる。カーペットに液体をこぼしたとき、こぼした場所にタオルを当てて、その上から掃除機で吸うと、ほぼ跡形もなく、きれいにタオルに液体を吸い取らせられる。 蛍にとってコミュニケーションをとる手段である蛍の光その光り方は東日本では4秒に1回西日本では2秒に1回の間隔で光る鏡に向かって お前は誰だと言い続けると自分が誰だかわからなくなるこれが三面鏡だと三倍早く狂ってしまう1234567と漢字で書いて恥知らずと読む テレビジョンという言葉は、ギリシャ語で、遠いを意味するテレと、ラテン語で、見るを意味するビデーレを構成したもので、直訳すると、遠くを見ることができるものとなる。 球上にいるアリを合計した体重と世界の全人口を合計した体重はほぼ変わらない「海原かわせ」とは魚をおいしく食べるための焼き方のことである。 海の魚は、おおむね脂肪分が豊富で水分も多いため、背中から焼くと余分な脂肪分が取れて、さっぱりした味になる。また、川の魚は、腹側から焼くと、脂肪分が失われず、上手に焼くことができるのだ。 ロリータコンプレックスというのは、15歳から12歳が対象で、12歳から7歳を対象とするのが、アリスコンプレックス。7歳から5歳が対象なのは、ハイジコンプレックス。幼稚園児以下が対象なのが、ペドフィリアである。 黄昏の語源夕方の薄暗い時に少し離れた場所にいる人の顔が分からなかった時に言った「黄昏あの人は誰」の「黄昏がなまって夕暮れ時を「黄昏と呼ぶようになった。 東京都葛飾区亀有は昔亀梨しであった猫がゆっくりとまばたきしているのは「親愛の証である猫を見た時目を合わせてゆっくりとまばたきすると 野良猫も逃げにくく触らせてくれることが多い「カリッコリー」と呼ばれるカリフラワーとブロッコリーの中間の植物がある。 オスのミケネコが生まれる確率は約3万分の1である黒いエサを食べたニワトリの卵は黄身も黒いフランスの セーヌ川にかかっているポンヌフ橋は直訳すると新しい橋という意味であるがパリで一番古い橋である。枝豆は大豆である。 バンドが解散して復活するのは10年刻みの印税のためタコは鍛えればお風呂に入れるくらい熱に強くなる。 犬は水を飲むときに、舌の表側ではなく、裏側に丸め、すくって飲んでいる。犬は、舌の裏側を使うことで、呼吸を止めずに水を飲み続けることができる。 歩行者用信号で鳴っている音は東西方向が格好で南北方向がひよこの鳴き声である通常のコンセントは床から二三十センチメートル程度の壁に取り付けられているが 冷蔵庫用のコンセントだけは高い位置に設定されている犬は構ってほしくて病気のふりをする無重力状態では 身長が3%伸びる鉛筆1本で56キロの線を描くことができるフリーターの正式名称はフリーアルバイター フリーアルバイターは和製英語のため海外で使用しても通じない。あくびの止め方は舌の先で上唇を舐める。 旅館の座椅子に穴が開いている理由。二つ理由があり。一つ目は中井さんが持ち運びしやすいこと。二つ目は座布団が滑らないようになることである。オーストラリア南部、タスマニア島に、 水深五メートルの浅瀬で深海生物がいる場所がある赤ワインの甘口通常白ワインには甘口辛口と書かれているが一般的に売られている赤ワインには 書かれていないな糖分を多く含むものを甘口少ないものを辛口としている白ワインに対し赤ワインは通常すべて辛口になるためである国民的アニメ漫画 ドラえもんの登場人物の喧嘩の強さは、ジャイアン、のびた、スネオの順番である。石川拓木は、カンニングがばれて、高校を中退した。 お菓子メーカーのロッテが初めて販売したのは、使い捨てイロであった。また、マリオやポケモン、ゼルダの伝説で有名なニンテンドは、はじめ、ニンテンドカルタという社名で、花札の製造販売を行っていた。 裁判員において、報道機関が裁判所の中を撮影できない理由は、被告人などの人権を守る理由ではなく、報道機関の節度ない行動によって、裁判の進行が阻害されないようにしていると言われる。 サッカー日本代表のユニフォームが青色なのは海をイメージしているとされているが、これは後付けの理由で戦前に採用された際の経緯が残っていないため、分かっていない。 赤ちゃんが生まれた時の泣き声は、民族や人種にかかわらず、全世界共通の音の高さで約、約440ヘルツ。すべての赤ちゃんが、ラの音で泣き始める。 東京都の港区はもともと東港区になる予定であったが東京と東京区と発音としての言いにくさへの配慮があり今の区名となった「セプテンバー」の意味 セプテンバーとは英語で9月を表すが、もともとの意味は7番目の月。では、7番目の月を9月というかというと、紀元前153年まで、1年の始まりは1月ではなく、3月から始まっていたためである。 ビスケットは「二度焼いたパン」が語源である電車遅延の理由が線路に人が立ち入りましたというのは痴漢である。 南極の氷の下には遺跡がある。カタルシスというのは魂の浄化浄化作用威圧感を解消させる精神療法を意味する。 喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぐマリオは苗字である車のナンバープレートには 使われていない文字がある。お、し、へ、うんは、車のナンバープレートに使われない。おは、あと間違わないように、しは、しを連想させるため、へは、おならをイメージさせるため、うんは、発音しにくいからである。 秋葉原の読み方は、秋葉原であっているが、普通に漢字を読むと、秋葉原と読める。この葉と葉が入れ替わることを音位転換と言い、音の並びを入れ替えることで、人が発音しやすくなるときに起こる現象である。子供がトウモロコシのことを、 トウモコロシというのと同じ理屈である。だがあまりにも普及してしまったため、秋葉原が正式な読み方になってしまったのだ。ダチョウは脳みそが目玉よりも小さい。 明治の初め頃、川に包むと書いて、カバンと読む当て字を看板に書いていたお店の主人が、これでは読みにくいと思い振り仮名をつけたところ、それを見た人たちが、川に包む一文字でカバンと読むものと勘違いした結果、いつの間にかそれが定着していった。 日本で生まれた漢字のため中国にはカバンという漢字は存在しない。養子縁組で義理の兄弟姉妹になった二人は結婚が可能である。 納豆菌を水槽に入れると匂いがなくなり魚の糞を分解してくれるハーゲンダッツの工場は世界に三つしかないその三つの中の一つは日本の群馬県にある バナナという名前のブドウが存在するナポリタンは日本が発祥でイタリアにナポリタンは存在しないメキシコでは フォークとナイフでタコスを食べることはあまり良くないとされている稲葉物置の CM の座り位置は営業成績によって決められている彗星は 1> 1年が 1. 日で進む。宮崎駿が NHK に持ち込んだ原案が採用されず仕方なく映画として「天空の城ラクタ」を発表したがそれが大ヒットしたため。 慌てて NHK が原案をもとに作り上げたアニメが「不思議の海のナディア」であるそのため青い石や空に浮かぶ古代文明などの設定が似通っているのだ耳の中にも筋肉がある 役割は音の大きさを調節しているアロンアルファは怪我の傷口を防ぐために作られた足がなかなか痩せない人は筋肉が凝り固まって 血行が悪くなっている場合が多い。そんな時は、膝の上をもみほぐす。太ももの裏側を軽く叩くのがいい。筋肉がほぐれ、血行が良くなるため、脂肪が燃焼され痩せやすくなるのだという。 戦闘機ほどの大きさの翼竜がいた。翼に11メートルもの幅があったのだそうだ。土地の神は故郷ジョージアで歯科医師免許を取得している。 123456789これをどのように並び替えたとしても3で割り切ることができる2016年リオデジャネイロオリンピックでは表彰式の国歌がゆっくりと流れた。 従来の君が代は56秒であったのに対し、リオ大会の君が代は1分17秒であった。オリンピック委員会が統一感を出すために、国家の長さを1分から1分半に変更するように指示したためである。 人気アニメ、魔法使いサリーちゃんは、原作では、魔法使いサニーちゃんである。これは、アニメ化される数ヶ月前に、日産自動車が新車発売にあたり、サニーを商標登録していたため、サニーが使えなかったのだとか。 人生を八十年とすると、睡眠に二十七年、食事に十年、トイレに五年の時間を費やすこととなる。それらを差し引くと、残りは三十八年間である。サハラ砂漠のサハラは、 日本語で砂漠の意味である。寿司、天ぷら、富士山、芸者。これらの言葉は外国語でも通用する日本語として有名だが、天ぷらはもともと ポルトガル語が語源でそれがなまったものであるラオス語で「がんばる」は「パネニャン」と言う「がんばって」は「パネニャンダー」と言う。 特別出演というのは二三シーンの出演で友情出演は個人的なお願いで出た人のことで無償の場合もある新製品の販売テストは静岡県で行われることが多い 静岡県民の年代や職業の構成比率、物価や生活費が平均的で偏りのないデータが取れるのだ。シャチの学名、オルキヌスオルカは、冥界の魔物という意味である。 ルパンの「カリオストロの城」で銭形が乗っているパトカーは埼玉県警と書いてある。ポカリスエットは直訳すると汗ジュースという意味になる。 スカイプの音声サービスの中の人は名探偵コナンの服部平次と同じ人である一万円札の福沢諭吉は年齢が五十六歳の時のものである ハロウィンはハローイブがなまったものでこのイブはクリスマスと同様前日という意味である葉っぱが紅葉する原因は糖分にあり葉っぱを砂糖水につけて経過観察すると 秋でなくても葉っぱを紅葉させることができる普通自動車運転免許の受験資格には視力が両目で0.7以上の条件があるがドライバーの4人に1人は。 視力に達していないといなとう研究データがある野球は最初は21点を先に取った方が勝ちというルールにしていたが時間が読めずに長引く試合が増えたため。 12回にに限定することにし,たしかしそれでも長引く試合が増えたため4分の3である9回にすることとなったのだ QR コード開発のきっかけは囲碁である。 俳優の金目淳は、素人時代、スタジオアルタの警備員として働いており、笑っていいともに見切れたこともある。ハウス食品のくくれカレーの由来は、料理いらず。 クックレスを縮めた名前とされている「乳離れ」は正しくは「ち離れ」と読むれ」と読む AED は 心臓を止める機械である。心停止で亡くなる人の数は、1年間で約7万6千人、1日約212人もいる。AED を使用した時の1ヶ月後の生存率は50%で、使用しなかった時の生存率は10%。そんな AED は、 心臓を動かす機械ではなく、心臓を止める機械である。AED は日本語で、自動体外式除細動機である。心臓が急におかしくなるのは、心臓には構造的に心房と寝室があるが、下側にある寝室が、不規則に小刻みに震えて、 全身に血液を送ることができない状態になる。これを心房細動という。この心房細動を治すために、一度電気ショックを与えて心臓を止める。心臓の動きを一回揃えてから、規則的に動くようにするのが AED である。 閲覧は調べながら見るという意味でざっと目を通すことや漫画などを読むことは閲覧とは言わない寿司のネギトロはネギとマグロのトロが組み合わせてできた寿司ではなく マグロの骨近くの実を剥ぎ取る作業を土の上の泥を削り取る作業であるネギ取りになぞらえてできた言葉とされるデマはデマゴギリの略称である リーズ・イナバとムクミズ・ヨウイチは同い年である。ショートスリーパーだったと言われているナポレオンは一日あたり八時間は寝ていた。 コンビニおにぎりの米は塩水とサラダ油で作られている。絶滅危惧種の動物が最も多い国はマダガスカルである。 眠いけれど寝るわけにはいかない状況の時は酸欠にならない程度に息を止めると脳が死の危機を感じ体内の活動を活発にさせて目が覚める温泉旅館の 客室に用意されているお茶とお菓子はお客さんをもてなす以外にも血糖値が低いまま温泉に入って倒れたり水分不足のまま温泉に入って倒れるということを防ぐ意味があるかつて古代ローマ人は おしっこを、歯磨きや歯のホワイトニングに利用していた「ニューハーフ」という言葉を考えたのは桑田圭介アマゾン川にいるアベコベガエルは 成長すると小さくなる「ロリコン」の意味は本来年上好きの幼女を表す警察官のピストルは重心7 6センチメートル。 それに比べてケージ用は5.1センチメートル青い目をした白猫は34割が耳が聞こえない夫愛の白猫でも青い目の方だけ耳が聞こえないこともあるそうだ 人間の顔にいる顔ダニには肛門がない海外には犬が見るためだけに作られたテレビ番組が存在する。 公衆電話にも電話番号が存在する赤ちゃんは生まれてすぐ脇を抱えて足を地面につけると足を前後させ歩くような反応をする。 スイカは秋の季語である。ワイシャツはホワイトシャツの略語である。ベンツのマークは陸海空すべて制覇するという意味である。 2004年北京では24万以上のマンホールの蓋が盗まれた水族館のサメは他の魚を食べないサメは空腹を満たすためにご飯を食べるため十分な餌を与えれば 他の魚を食べることはまれなのである傘はもともと影を作るために作られたバナナの黒いあれは。 シュガースポットという馬は鼻でしか呼吸ができない曇ってくるとチューリップの花は閉じる。 マラソンの先導者が道を間違えそれについていった場合でも失格となる。日本で一日に切られる紙の長さは火星までの距離と同じである。 ロブスターは寿命がない生き物と言われているロブスターの臓器は退化しないため年を取ることがなく理論上永遠に生きることができる中華料理のターンテーブルは 日本人が発明したゾウは哺乳類で唯一ジャンプすることができない生物である五円玉と五十円玉だけ。 真ん中に穴が開いているのは他の額面の貨幣と識別を容易にするためである缶詰は皇帝ナポレオンのおかげで生まれた。 武士道とは平和な江戸時代に生まれた思想でありそれ以前の戦国時代の侍は基本勝つために卑怯であった足の裏を除菌ティッシュで拭くだけで蚊に刺されにくくなる。 電気うなぎの電極は、頭側がプラス、尻尾側がマイナスである。ラムネとサイダーの違いは、容器が違うだけで、中身は全く同じである。 サザエさんの独身時代の職業は雑誌記者である。スタイル美人の割合ナンバーワンは三重県である。 カップヌードルの「ド」が小さくなっているのは「ムード」と間違わないためである最高級の寿司ネタとして知られるマグロのトロこれは大正時代ぐらいまでは 赤身が最も喜ばれ、トロの部分は捨てられるか漁師さんがしぶしぶ食べていたものであった世界最古の宿は山梨県にある。 目を閉じるだけで7割の睡眠効果がある夜はメラトニンの分泌量が多いため豆や野菜を多く取れば睡眠促進になる無重力状態では 身長が3%伸びる公共広告機構は右手だけで撃てるフェネックは砂漠地帯で 熱い地面から体を守るために全身が柔らかくふわふわな毛で覆われている吉野家はお客様とのコミュニケーションを図るため券売機がない パンケーキのパンはフライパンのパンで食べるパンではない。じゃんけんで最初にパーを出せば60%の確率で勝つことができる。 プロ野球で、何らかの理由で、審判が試合に間に合わなかった場合、試合協定事項に則っ,って、その試合をすることになる。両チームの選手、コーチから審判を出して、試合をすることになる。 通常ランドセルというのは小学生の体に合わないほどの厚みがあるがこれは転倒した時ランドセルがクッションとなり後頭部を守るように作られているためであるシャープペンは 今や家電メーカーで知られるシャープが発明したシャープペンという名前もシャープの社名から来ているパンダの由来はネパール語で「竹を食べるもの」という意味のポンガから来ているという説がある。 アルプス『一万尺』の歌詞は二十九番まである天皇星の南半球は永遠に暗闇である警察庁には 700万人分以上の指紋が登録されているが、指紋の持ち主が75歳になった時に削除される。その年齢になれば、もう犯罪は起こさないだろう、という理由からである。ただ、凶悪犯人をおいては、生涯登録されている。 パソコンの起動時にかかる電力はスタンバイモード1時間分に相当しているチーターはわずか2秒ほどで最速に達するがゴキブリは スタートから一瞬で最速に達する生物上最も速い生物であるドラゴンボールの悟空はチャオズと会話したことがない一般的な自動車は ガソリンランプがついてから50キロは走ると言われているそのため高速道路には50キロ間隔でガソリンスタンドが置かれている大正時代にも女性専用車両が存在した 女性は浮気にいち早く気づく。これは女性の方が男性より五感が発達しており、進化の過程で家族の異変にいち早く気づく上で必要な能力であったため。 オリンンピッククのシンボルマークは、世界の5大陸を表している効果があると思い込むことで実際に効果が出ることをプラシーボ効果と呼ぶ。 日本とハワイは年に五センチずつ近づいている。早起きは三文の徳のもともとの意味は早起きしてもたった三文しか徳にならないという意味である。 イギリスでは「雲州ミカンのことを「薩摩オレンジ」と呼ぶ「小便小僧がいるが母乳少女もいる」「イタリアボローニャのマッチョーレ広場ネプチューン像の下にいる」 各乳首から五方向に向けて発射。街をきれいにする運動みたいなものの一環として作られた。絡みという味覚は存在しない。 柚子胡椒に胡椒は入っていない「トイレのマーク」の男女の絵は1964年東京オリンピックをきっかけに生まれた日本発祥でその後世界基準となった。 スーパーパマリオブラザーズの容量は45キロバイトしかなく画像1枚ほどのデータよりも少ない視力回復方法まず目を強くつぶり 10秒間上を見る。次に、目を強くつぶり、下、右、左と10秒繰り返していく。8の字を3回指で書き、顔は動かさないように目で追う。指を奥から手前に3回動かして目で追う。5分間するだけで、 視力が回復すると言われている新宿から八王子方面へと伸びる中央線はほぼまっすぐに走っているこれは計画時に蒸気機関車は 近くにある家を燃やしながら走るという噂が立ったため、地域住民に反対され、当初予定していた甲州街道付近から大きく北にずれ、何も障害物のない場所に作られたためである。 利用室でくるくる回る青と白と赤のあれはサインポールというブログの正式名称はウェブログである。 ピカチュウの鳴き声はピカチュウというがその鳴き声はアニメの中だけでゲームの中ではキシャーという獣のような声であった2013年発売ポケットモンスター XY でピカチュウだけがアニメの声に統一されることとなったこれは 全世界で放映されているピカチュウの声だけはすべて大谷育恵さんが担当しているため可能なことだったのだウミガメの性別は温度で決まる。 人間の遺産は天気を剥がすほど強力である。テレビ朝日の長寿番組、題名のない音楽会はもともと TBS との契約を打ち切られ、 テレビ出演がなくなった東京交響楽団に活躍の場を与えるために作られた番組である「猫が魚好き」というのは日本人だけである「ブロッコリー」は キャベツが突然変異したものホワイトハウスにはボーリング場がある牛とキリンの鳴き声はほぼ一緒である世界一値段が高いピザは 一枚二十万円もするメルカリに友達を出品しちゃった人がいるわさびに砂糖を一つまみほど入れるとさらに辛くなる。 江戸時代にも100円ショップはあった19門屋という店名だったパソコンのマウスの距離を表す単位はミッキー年を取ると 淡い色を好むようになるのは水晶体が関係しているカルピスのピスはサンスクリット語カルはカルシウムの略であるトンネルの 照明が消えているのは外と中との関係を保つためでありわざと消している消火に使った水道料金は水道事業者が負担している海と山で遭難したら海は無料 山は捜索隊の関係で一日あたり百万円以上することもある目から鱗が落ちるという慣用句は聖書に載っているヘビは脱皮したら目から鱗が落ちる 月は地球から年間3.8センチずつ離れていっている。発行枚数の少ないお金。一位は昭和六十二年の五十円玉。価値は一万円くらいする。 トウモロコシの粒は必ず偶数個になるアイスクリームに賞味期限はない1万メートルの高さから落ちても生還した人がいる。 キリンビールのキリンの図柄にはカタカナでキリンの文字が隠されている象の鼻はほぼすべてが筋肉でできているスーパーは途中の道を狭く 奥を広くすることで狭い場所から広い場所へと店の奥へ自然と足が向きより多くの商品を手に取ってもらうような工夫をしているスポーツドリンクは体に吸収される速度でいうと 水よりも遅いパスポートの中には「ジャパン・パスポート」という文字が1360個隠されているワニのオス・メスは 卵が置かれた場所の温度で決まるカルタはポルトガル語である息子と娘の由来は似ており。 娘はそもそも即女とも表せられる。息子のムスは、呼吸の意味だけでなく、生息などに見られる、命や繁殖の意味を持つ。産むは、ムスという読みがあり、生まれた男の子のことを息子、生まれた女の子を娘としていたことから、 今の字が当てられた。救急車が交通事故を起こした場合は原則現場にとどまり新しく救急車を呼んで患者を移し替えて運ぶことになる。 ザリガニのおしっこは顔から出る電車の中で利き腕を後ろ足の角度は60度くらいで進行方向に向かって斜めに立つとふらつきにくい。 生卵を割って出てくる白いブヨブヨのあれはカラザというポテトチップスは着火剤の代わりになる ドラえもんの声でおなじみ、大山信代は「太陽にほえろ」の脚本家であったカルピスの乳酸菌は滅菌済みである。 針千本の針は1,000本もない平均で370本程度である駄菓子の桜大根は大根をすもも漬けの液に間違えて落としたことから開発された。 飲料品メーカーカルピスの社名はカルシウムとサンスクリット語の「最高の味」という意味の「タルピス」を組み合わせたものである飛行機の機体が白い一番の理由は白が一番安いためである。 エレベーターの鏡は髪型やメイクを直すために設置されているわけではなく車椅子ユーザーがバックで出るためのバックミラーとして設置されている人間の体内では24時間 常にアルコールが生成されている。ベトナムではオートバイのことをすべてホンダと呼ぶ。なのでヤマハのバイクのことを現地でヤマハのホンダ と呼ぶ「ゆでたまごと生たまごの見分け方」「たまごをよこにおき回転させよく回るほうがゆでたまご不規則に回ってとまってしまうほうが生たまごである」。 緑茶には体を冷やす効果がある。白菜と黒菜は体の色に違いはない。両者の違いは口の形である。 プロゴルファー、タイガーウッズの本名は。エルドリックウッズ。タイガーとは。父親がベトナムで戦った時の恩人が。タイガーと呼ばれていたため。息子にニックネームとしてつけたのだそうだ。ダンゴムシは。 外来種であるスーパーで野菜は縦向きに魚は横向きに並べられているその方が売り上げがよく野菜は収穫前の自然な状態と同じ向きに合わせているのだ 魚も同じ理由で泳いでいる時の向きに合わせて並べられている日本のホテルが廊下が広いのに部屋が狭いのは日本の建築基準法が厳しいためである。 ライターはマッチより先に開発された。ティラニアは泳いでいる人間を襲ったという記録が一度もない。 アスパラガスは収穫のピーク時、一日十センチ以上も成長する。モスバーガーのモスは、マウンテン、オーシャン、サンの頭文字から来ている。 消費税還元セール。消費税はかかりません。と言って販売するのは NG で。消費税相当分還元セール。消費税は当社が負担します。というのは OK である。 ベランダとバルコニーの違いは屋根があるものがベランダでないものがバルコニーであるしゃぶしゃぶのしゃぶは中国からこの料理が伝わったときにお店の社長が 台所で布巾をジャブジャブと音を立てて洗っているのを聞いて決めたのだそうだマクドナルドのキャラクタードナルドの本名はロナルド 水よりお湯の方が先に凍る海外から日本に訪れた人は空港で必ず入国審査場を通るがそこには英語でフォーリナーイコール外国人と書いてあるしかし 1990年までは、同じく外国人を意味する、エイリアンズと書かれていた。なぜ変更されたかというと、1979年に公開され大ヒットした映画、エイリアンのイメージが強烈で、外国人に不評だったためである。 中華料理屋や日本の中華レストランでよく使われる飯店という言葉。ご飯を食べるお店という意味に見えるが、一般的に中国では、飯店といえば、ホテルを指す言葉である。 地震の震度は平成7年まで気象庁の職員が感覚で発表していた。男性よりも女性の方が嗅覚・味覚において優れているという。 真鍮のドアノブには殺菌効果がある。真鍮のイオンが細菌には毒となり、8時間ほどで滅菌できる。神奈川県川崎市に0.834メートルという 世界一短いエスカレーターがある消防車には二輪車バージョンもあるトマトとミニトマトではミニトマトの方が 栄養価が高いロシアでは鉄道の駅名は出発地ではなく到着地の地名が付けられることになっているつまり「モスクワ駅」は「モスクワに向かう列車が出ている駅」ということになるため モスクワ駅は複数存在するだがロシアの首都モスクワにはモスクワ駅はない一覧性の双子でも瞳の交際の模様は一致しない指紋も異なる マンションはもともと、豪邸を指し、集合住宅の意味はなかった。住宅開発販売会社が高級感を出すために、アパートをマンションという名前で売り出したことで、日本人に浸透していったのだ。 ゼロを表す言葉、レイとゼロは意味が違う。レイは極めて小さいを表す。ゼロは全くないことを表す。 天気予報などで降水確率を表す時はゼロパーセントと言わないくしゃみをすると目を閉じてしまうのは同じ筋肉が連動しているから119番は昔。 番だった。しかしかけ間違いが多かったことから119になった継ぎ足しのタレが腐らない理由は店が繁盛してるからである焼けた具材を たれにつける低温殺菌により防腐剤の役目を果たしている「鶴は千年亀は万年」ということわざがあるが長くても鶴は約三十年。 亀は約150年くらいしか生きられない猫は一生のうち70%は寝て過ごすキノコの山とタケノコの里の兄弟品杉の子の村があった じゃんけんの合図。最初はグーの発案者は、志村けんである。目玉の親父は、目を閉じて寝る。アメリカザリガニにサバをあげると、青くなる。 スフィンクスの目線の先にはケンタッキーフライドチキンがある江戸時代にはおならをした人の身代わりになる仕事があった宇宙までの距離は東京から熱海間とほぼ同じである 博多の塩は国産ではなくメキシコ産救急車が出動から病院に搬送するまで約4万5千円かかってるヨーロッパには昔 ヤギに足の裏を舐められるという刑があった。カステラはカスティーレ地方のパンという意味のパオデカスティーレが由来である。つまり、もともとカステラは地名を表す言葉である。 大型商業店舗丸いは創業時に流行った名前に丸をつけると繁盛するというジンクスと創業者の青い忠実氏の意を組み合わせたものである丸い前店の電話番号の末尾四桁を0101に統一したことから 現在のロゴマークとなった「鬼滅の刃」の珍しい名字「かまど」という名字の人は全国で十名いる。品津川はおよそ十名。産屋敷は二百名。主に三重県にいる。 字は五十名つゆはおよそ五十名である他にも無敵鬼剛魔などという名字も存在する商売を行うことを飽きないというがこれは 収穫した農作物や折った反物など物と交換する時期が秋だったため秋を行うという意味の秋名譜から生まれた言葉であるヨガは痩せるためのものではなくヨガは 大きな存在と自分がつながれるような内面の安定を得るためで結果的に体を鍛えることにはなるがそれ自体が目的ではない漫画や映画で 人間の脳のほとんどは使われていないという説があるが、あれは嘘で、脳の研究が進んでいなかった頃の誤解である。最近では、脳はほとんどが使われているという説が正しいとされている。 20歳以下は入場禁止というのは20歳を含む。20歳未満は入場禁止は20歳を含まない。30度以上の気温は30度を含む。30度を超える気温は30度を含まない。 筋肉マンの作者ゆで卵は二人いる合同のペンネームであるラジオでは「心腹変調は音質が悪いが遠くまで届く特徴があり」。 周波数変調は、音質はい、e、いが遠くまで届かない特徴がある。AM ラジオでトーク番組が多く、FM ラジオで音楽番組が多いのは、この理由である。深幅変調が AM、周波数変調が FM である。 35分ほどの外出であればエアコンは消さない方が電気代がかからない高速道路には信号はないが首都高速埼玉大宮線の戸田市のジャンクションには信号があり 交差点もある信号の大きさは通常の1.5倍である日本を日本と呼び始めてまだ1,300年しか経っていない。 イライラには依存性がある。イライラはすぐ切り替えないと来る時間が長くなってしまうのだ。本人が怒っていても無意識は気持ちいいという状態になっている。 茨城県庁内にあるカフェではメニューに納豆パフェがある勉強に集中できない時は目を閉じて一分間片足立ちをするこうするだけで。 数時間あっという間に過ぎるほど集中することができる出世とは出世間の略称のことである。 ジャムおじさんとバタコさんは人間ではない。表面が光ってベタベタしたリンゴがあるが油上がりといってリンゴ自ら。 新鮮さを保つための成分を作り出している現象であるもちろん体に害はないトラは狩りが下手である捕獲の確率はチーターで40%から50% 群れで狩るライオンで20%から30%、虎は10%ほど。自然界でのチャンスはせいぜい1日1、2回。獲物に感づかれずに発見できなければ、忍び寄ることもできないのが現実である。 マンションのベランダに設置されている。緊急時にはしごを使って下に降りるための避難ハッチ。はしごを使って下の階に降りても、さらに下に行くための避難ハッチは、少し離れた場所に設置されている。真下にあった方が、そのまま降りて行けるため便利なような気がするが、 これは誤って落下してしまってもすぐ下の階で止まるように消防法で定められているのだ急須の先端のビニールは出荷の際に破損を防ぐためのもので外して使うものである。 定規は線を引くもので物差しは長さを測るものであるカブトムシはおしっこをする時犬のように片足を上げる。 パーソナルゾーンという、心理的に踏み込まれると緊張してしまう範囲がある。これには男女差があり、男が1、2メートルなのに対し、女は数十センチもない。つまり、男があいつは俺のこと好きだと思っても、女は何も感じていなかったりする。 パソコンのの故障の原因、第1位は誇りである伝統と権威のあるテニスのウィンブルドン大会もともとはクリケットの原型クロッケーのクラブが 壊れたグランド整備のローラーの修理費用を集めるために気軽に開催したのが始まりである。イチゴのショートケーキは富士屋で生まれた日本のオリジナル。 マクドナルドは1991年にチャーハンを販売したが人気がなくすぐに終了した。マクドナルドは1992年にカレーを販売したが人気がなくすぐに終了した。 中国の餃子はニンニクを使わない。京都には出汁で食べる焼肉がある。伊勢エビは伊勢だけでなく鎌倉でもよく採れた。 甘エビには性別がなく、みんなオスになり、交尾した後で、メスになって産卵する。カニ味噌は、脳味噌ではなく、内臓。サーモンは、 ピンク色だが白身の魚。旅行食野菜は中まで色が濃いものだから、ナスやキュウリは単色野菜。ゴキブリは何でも食べるが、 特に好きな匂いは玉ねぎ肺の中にスエヒロタケというキノコが生える病気があるみょうがを食べても物忘れはしない ごぼうを食べるのは日本と台湾だけ東北地方では飾りの菊の花を食べる天然のマイタケは幻のキノコめったに見つからないために 待って喜んだという節があるサニーレタスは日本独自の名前レッドレタスの語呂が良くないと言われて日産サニーのサニーをつけたミニトマトは プチトマトの一種であったが現在は生産終了になっている淡路島の玉ねぎにはいちごより甘いものがある貝割れ大根を土で栽培すると大根になる ニンニクは糖度が高いため食べすぎると太るマッシュルームはかつて西洋マツタケと呼ばれていたバナナは草である。 キャベツは、人間の血液型でいうと O 型である「バスガス爆発」という早口言葉は心の中で「バスガス爆発」と思いながら言うと 失敗しづらい象は若くして自分の社会集団から隔離されるなどして精神的に傷つくと死んでしまうことがある。 ティーンエイジャーは一般的に10代のことを意味するが、正確に言えば13歳から19歳までの年齢を指す言葉である。これらの年齢には英語でティーンがつくためである。 視力測定のあれは、ランドルト管という。うさぎを一羽、二羽と数える理由は、仏教では本来、獣の肉を食べてはいけないが、当時の人が、 どうしてもお肉を食べたかったためウサギは鳥だからオーケーという理由をつけたためと言われている家具の裏面にカビが生えている場合裏面全体にニスを塗るとその後一切カビが生えなくなる。 新聞の社会面のことを三面記事というが、この由来は、明治時代の新聞は四ページで構成されるのが普通で、一面は広告、二面は政治経済、そして三面が社会面であったことの名残である。 いまだに青いバラ緑のチューリップ赤いパンジーなど人類が作り出すことのできない花の色があるディズニーランドのトイレには現実世界に戻らないようにするため 鏡がない世界的ファッションショーパリコレこのパリコレという言葉は日本でしか使われていないそもそも世界的にはファッションショーというのはファッションウィークなどと呼ぶのが主流となっている 外国でも通用する日本語。班長は嫌味なリーダーという意味。カラオケはカラオケ。味の素は味の素。囲碁の語は囲碁の語。任天堂はテレビゲームである。 三井不動産が展開するラ・ラポートは1号店が1981年に船橋の海に近い埋め立て地に開業したことからフランス語で港を表すラポートにちなんで命名されたしかしフランス語で港は正しくはルポートと読む 土地の神は故郷ジョージアで歯科医師免許を取得している連続で32回赤が出たルーレットがある。 犬の首輪にスタッツがついているのは猟犬の天敵であるオオカミが犬の急所である首を狙ってくることがありその攻撃から首を守るためにつけられた過去には現在のものより尖った首輪が使用されていた 卓球便は、ヤマト運輸の登録商品名である。ペリカン便やカンガルー便のサービスを指す場合は、卓球便ではなく、宅配便である。他にも、一般名詞化してしまった登録商品名に、日版のセロテープ、内田洋行のマジック陰器、 セメダイン社のセメダインなどがある。牛乳よりキュウリの方が水分が多い。毛ガニより毛深い毛深ガニがいる。 日本の竜巻発生数はアメリカと比べるとはるかに少ないが面積あたりの発生数はほぼ同じである偉人として伝わる野口英世は女と酒とギャンブルにだらしなく。 研究費や婚約支度金留学費など遊びで使い切ってしまう性格の持ち主であったパンダは一度で水を多く飲みすぎると水で酔ってしまう。 東京のタクシーは黒色がベテランのものである宮崎県にはトロントロンという地名が存在する魚も溺れることがある。 静岡県の人口あたりの交通事故は全国平均の1.4倍ほどとかなり高いがその理由は富士山が美しいからだと言われている。透明高速道路でも富士山が見える区間は見えない区間に比べ事故が多くなっている。 タコには心臓が三つ脳が九つある体重百キロを超えるダチョウの脳みそは目玉よりも小さい四十グラムである 貯蓄率が最も高いのは香川県である明けおめは江戸時代から使われていた空港の滑走路は水はけをよくするため。 平ではないカレーのルーを入れる魔法のランプのような形をしたあれはグレービーボートというセブンイレブンのロゴの「 最後の N だけ小文字なのはセブンイレブン側もわかっていないオスのカマキリは交尾の後その場でメスのカマキリに食べられてしまう インド発祥のスポーツカバディ競技中に常に言うカバディというこの言葉これがどういう意味なのかインド人も知らない「きれい」はタイ語でブスという意味である ラスベガスのカジノには時計が一つもない七面鳥は興奮すると首のひらひらが赤青紫などに変化するためまるで七つの顔を持つように見えることからそう呼ばれた。 シンデレラは人を殺したことがある原作のシンデレラには三人のお母さんがいるが二番目のお母さんを首の骨を折って殺したちびまるこちゃんの父 桜弘の愛縁している銘柄はハイライトである埼玉県の中には東京都練馬区がある「アムロ行きます」は作中で一回しか言わない。 世界一高い山エベレストは人の名前である。トイレットペーパーを三角に折るのは清掃員が掃除しておきましたと印をするためであり、私たちが折る必要はない。 蜜蜂がスズメバチと戦うときには一斉に飛びかかり羽をすらせその摩擦熱で倒すサッカーボールのボール支配率は2008年頃からミサイルを追尾する軍事技術を応用して算出している 以前は計測員がストップウォッチで測っていた。相手を誘うとき、何々しないより何々しようにすると成功率が高まる。 梱包材のプチプチの正式名称は「気泡緩衝材」であるミジンコは敵に襲われると頭がとがる木製には 地面という概念がなく人間が入ったら最後中心近くまで落ちて火傷して死んでしまうトマトが野菜か果物かで裁判で争ったことがある 太陽の寿命は100億年くらいであるマツコ・松子デラックスと木村拓哉は高校の同級生である。 平均気温というのは過去30年間の平均気温である。よく聞くとアナウンサーは必ず 10%10 10分を 10%10 10分と発音している。 トランプを半分に分け正確にシャッフルする作業を8回繰り返すと順番が元に戻る。南極の氷河のおよそ3%がペンギンのおしっこからできている。 拳銃を初めて持った職業の人は警察ではなく郵便局の配達員であるメールアドレスに使われるアットマークこれは 母規用語で「どこどこあたり」を示すものであった住所を表す前置詞「@」に引っ掛けてメールアドレスに用いられるようになった牧師はプロテスタントで神父はカトリックである。 ヨーグルトの上にたまる水分にはホエーという名前があるカメムシは自分の匂いで気絶することがある 三匹の子豚はもともと襲ってきた狼を子豚が食べる話であったルパン三世の銭形警部の名前は光一である。 モンドセレクションの金賞はお金を出せば誰でももらえる。そして日本以外の国では全く知名度がない。電車や駅構内の数多くの忘れ物。 忘れ物は持ち主が見つからなかった時リサイクル販売されるのだカンガルーネズミというネズミは一生水を飲まずに生きることができる南アメリカの砂漠に住み食べ物から水分を得るのだとか 桃太郎には続編があるビニール袋に水を入れるとライターの火で炙っても溶けない赤ちゃんの「赤」という言葉には 色を指す言葉だけでなく「純粋な」「明らかな」という意味があるため赤ちゃんで汚れのない子という意味を表している「少年よ大使を抱け」で有名なクラーク博士は 詐欺で訴えられたことがあるゾウの妊娠期間は22か月ですべての動物の中で最も長いウグイスの鳴き声 ほうほけきょのほうは息を吸っている音である。水を入れたビニール袋をライターで炙って熱しても破れない。 天津飯や中華丼は日本発祥のものである。ラップで食べ物を包むとき、ラップの端を持ち上げてから巻くことで中身がこぼれるのを防ぐことができる。 喉の奥にある扁桃腺は飲み込むものや空気中の細菌やウイルスを検知して免疫細胞を発動させる働きを持つ秋田県では修学旅行生の安否が CM で報告される。 日本で使用される漢字においては訓読みが二音以上になる漢字の二音目はほぼすべて「ん」「い」「う」「き」「く」「つ」のいずれかになっているクリスマスは本来は キリストの誕生日ではないニュージーランドを象徴する花はシダ植物のシルバーファンである犬は 人間よりも嗅覚が優れており1秒間に40種類以上の匂いを嗅ぎ分けることができる鮭という名前は身が裂けやすいことに由来している。 ある武器を湿気から守るための包装フィルムをレタスを包んで使ってみると便利だったことから食品包装用ラップとして発売されることになったこの発案者の二人の名前サラとアンからサランラップという商品名が生まれた デジタル体温計で正確に測る方法は、10分ほど時間をかけること。1、2分で測定が終わる体温計は、予測式体温計といい、体温を測って10分以上で最高温度に達することが多いため、デジタル体温計で正確に測るためには、 10分ほど必要である性的に刺激の強い映画「カリギュラ」がボストンで上映禁止になったがその結果他の町まで出向いて映画を見る人が増えたことから人は禁止されるほど そのものに興味を持ってしまうという現象をカリギュラ現象と呼ぶようになった交番と派出所に違いはない1881年交番から派出所に解消され正式名称が派出所で 交番は続称になったが、1994年の警察法改定で、交番へと再度正式名称を変更された。パンダの毛は透明である。 宝塚歌劇団の第一回公演は桃太郎であった北を知る方法時計を水平に置き中心にマッチなど水平な棒を立てる時計を回して マッチの影と単身を重ねるこの影の線と十二字の文字盤の中間がほぼ北の方角を指すハリケーンは女性の名前をつけると被害が大きいとされる 天の川は、英語でミルキーウェイ。これは、ギリシャ神話が由来である。ローラースケートの発明者は、初めて滑った時、止まり方を考えておらず、重傷を負った。 ローラースケートが初めて完成したとされるのは1760年のこと。ベルギー人のジョン・ジョセフ・マーリンが発明したとされる。ちなみに、滑ってしまったのはローラースケートを発表する発表会中の出来事である。 紫陽花の古い学名、ハイドランゲアオタクサのオタクサはシーボルトの恋人のオタキさんである「ヒロシです」のフレーズで人気者になったピン芸人ヒロシの本名はケンイ一である。 一般的に IT 技術という言葉はよく使われるが、IT というのは情報技術のことで、情報技術技術となってしまう。また、断突でトップの断突は断然トップの略であり、断然トップでトップという意味になってしまう。 アスファルトの歴史は長く、海外では、旧約聖書にはすでに建材として使用されていたことが書かれている。日本では、漁具に使用するため、縄文時代から使われていたとされている。 ベンツで工場長をしていたアウグスト・ホルヒ氏は、独立してホルヒ社を設立、自動車開発を行っていた。しかし、経営をそっちのけで車作りに没頭したため、追放されてしまう。新たにホルヒ社を起こそうとしたが、名前の使用が認められなかったため、 ラテン語でホルヒを意味するアウディとした。スキヤには牛丼キングという裏メニューがある。ご飯が2.5倍、肉が6倍で1080円である。 ファミリーレストランの内装や看板などはオレンジ色が使われていることが多いこれは暖色系の色には食欲をすめる効果があるため包丁の研ぎ機がない時はお茶碗の底で代用できる 病院のエレベーターには直行運転の切り替えスイッチがあるこれを押すと目的の階までノンストップで運転することができる日本史において藩というと各地の大名領主が治めていた地 というイメージがある。しかし江戸時代には、藩という言葉は使われておらず、明治2年に、県に県知事、藩に知藩寺が置かれたことで生まれた。そして明治4年の廃藩置県により、藩が亡くなったため、藩自体の歴史は実質2年ほどである。 カナリアといえば鳥の名前であるがそもそもカナリア諸島でありその名前の由来はラテン語で犬を意味する鳥取砂丘は草むしりをしないと勝手に草が生えて 草原になってしまう。鳥取砂丘は無理やり砂丘にしているのだ。科学日用品メーカーエステーは、サービスの S、トラストの T の頭文字が由来であり。 商品の最高を目指すスーパートップの意味合いも持つという長らく「エステー科学」という社名であった金玉を蹴られた時の痛みは9,000ベルで一度に子供を160人産んで 3,200本の骨を折る時の痛みに匹敵するのだそうだ馬の視野は350度ある。 マクドナルドでもらえる調味料を片手で開けるあれはパキッてというイカの足は十本と知られているが正確に言えばイカには足がないあれはすべて腕である 人間は青色で書いてある文字を記憶しやすいためテスト前に覚えたい単語があれば青色で書くといい中断している事柄の方が記憶に残りやすいことを サイガル肉効果と呼ぶ全人口の左利きは右利きの人に対して1割程度しか存在しないダイヤモンドでできた 星があるタイヤの生産量が最も多い国は日本である金属の被せ物は一応患者さんにお持ち帰りしますか と聞くがいらないという人のものを貯めておくと驚くような価格になるというプレーリードッグの巣穴には複数の部屋があり子供用の部屋寝室トイレ 食料用の部屋などに分かれている。マイナスドライバーを持ち歩いていると罪に問われる可能性があるがプラスドライバーなら罪には問われない。 かつて、モナリザが行方不明になった時、ピカソが犯人として疑われた。寝る直前に歯を磨くと、歯茎が刺激され、メラトニンの分泌量が減るため、寝つきが悪くなる。 アンデルセンの童話は出版された時子供には好ましくないと言われていた。男性は女性の4倍以上雷に打たれやすい。 目黒駅は目黒区にはなく品川駅も品川区にはない。便秘の時は軟水より香水を飲む方がいい。硬水はマグネシウムを多く含み。 便を柔らかくする作用がある。偽札を発見して、警察に届けると、本物と交換してもらえる。そして、捜査に協力した謝礼金として、二千円がもらえる。 戦場で戦死した人の半分以上が味方に撃たれて死亡している金色の折り紙は銀色の折り紙の上にオレンジ色を塗っているだけである。 飛行機の運行時間には、車輪が動き始めてから、着陸して車輪が止まるまでの時間を指すブロックタイムと、陸地から離れてから、再び陸地に触れるまでの時間を指すフライトタイムがあり、出発時刻に用いられるのはブロックタイムである。 下っ腹を痩せやすくするストレッチまず仰向けに寝て両膝を曲げ息を吸いながら胸に引き寄せる次に息を吐きながら両足をゆっくりと胸から離して床につかない位置まで足を下ろす最後に 息を吸いながらゆっくりと胸元に戻す「宅急便」はヤマト運輸の登録商品名そのためペリカン瓶やカンガルー瓶、 日本郵便等のサービスを指す場合は宅急便ではなく宅配便である。他にも日版のセロテープセメダイン社のセメダインなども一般名刺化してしまった登録商品として有名である。 ナマコは体にサポニンという毒があるため海底で無防備に寝そべっていてもあまり襲われることがない稀に襲われた時は内臓を吐き出すのだあえて内臓を敵に食べさせることで命だけは見逃してもらう作戦この食べられた内臓は 2ヶ月ほどで再生する犬は10通りの鳴き声があり猫は100通り以上の鳴き声がある。 リットルを超えるマヨネーズは機内持ち込み禁止であるパセリの花言葉は「お祭り気分」である。 身長は一日のうちに二センチメートル近く伸び縮みする。寝起きが一番大きい。緑色を見続けても目がよく見えるようにはならない。 猫は動物の中で最も人間の言語を認識していると言われている世界最大のキノコはアメリカのオレゴン州に生息するアルミラリアブルボーサという種類で大きさは 15ヘクタールにも達する妊娠の一般的な期間は40週間とされる妊娠期間を「十月十日」という言葉で表すが40週を計算すると10ヶ月と10日ではなく 9ヶ月と10日である手洗いの方法として石鹸を使い15秒以上洗うことが推奨されているサウスポーの由来は「 アメリカ南部出身の選手で左投げ投手が多かったことからである江崎グリコの大人気お菓子ビスコはビスケットに酵母が入っていることから命名された。 三菱鉛筆は三つのひし形を組み合わせたロゴマークを使用しているが家電製品などを販売する三菱グループとは無関係である。カモノハシは哺乳類であるが産卵する。 ひしひしと伝わるのひしは漢字で牛を三つ書いてひしと書く。洗剤は目安を超えて多く入れても意味がない。 テニスボールの表面には、り細なけばがあり、このけばが弾むことで、ボールが跳ね返る仕組みになっている。将棋もチェスも、もともとは、インドのチャトランガというボードゲームが起源である。 焼肉の食べ放題は肉を2ラム食べられれば元が取れる英語の日常会話で「お久しぶりです」という意味のロングタイムノーシーは英文法上は成立しない構成だが これは古くから英語圏にいた中国系の人々が中国語の文法に英語を当てたチングリッシュの言葉で歴史があるため英語圏の人にも通用する現在の技術でも 青いバラや緑のチューリップ赤いパンジーなど人類が絶対に作り出すことのできない花の色があるイノシシの花の先には特殊な筋肉がありそれを使って 地面を掘っているパリの凱旋門はフランスの勝利を祝福する意味で作られたコウモリは哺乳類の中で唯一の 空を飛べる生物であるシャンパンのコルクは秒速 60km 以上のスピードで飛ぶこともあるカメレオンは 目だけを独立させて動かすことができる歯を磨く時歯ブラシを水で濡らすと歯磨き粉の泡立ちが悪くなる。 日清のどん兵衛のカップ側面には西日本向けという意味の W 東日本向けという意味の E 北海道限定商品には H という記載がありそれぞれの違いは出汁の味である。 アイスコーヒーは大正時代に日本人が発案した。そのため海外で飲むアイスコーヒーは逆輸入とも言える。耳に指を突っ込むとしゃっくりが止まる。 ドイツ語は動詞の位置が文法的に厳密に決まっている。動詞は必ず文頭か二番目に来るようになっている。恋愛などをテーマにした感傷的なドラマをメロドラマというが、 そもそもは、歌イコールメロス、劇イコールドラマの、二つの言葉が合わさったもので、歌劇という意味である。かつては、音楽付きの大衆演劇を指していたが、次第に音楽の要素がなくなり、現在の意味へと変化した。 江戸時代には貸しふんどし屋があった彼岸花は葉と花が一緒にあることはないことから葉は花を思い花は葉を思うという意味で宗師花と呼ばれる花言葉は 思うはあなた一人、また会う日を楽しみにである。腹筋は毎日行ってもよいが、腕立てやスクワットは毎日行うと逆効果となり、筋肉が痩せていく。 西郷ドンのドンは、継承設備語の殿が変化したもので、もともと尊敬度の高い言葉である。同様に、現在使われている継承の〇〇さんは、様が変化したものである。 酔って眠っている人の手をぬるま湯に浸すと高確率でもらす。現在一般的にお茶に道と書いて茶道と読むが江戸時代までは茶道と読まず茶道と読んでいた。 アマゾン側にはイルカが住んでいる。ストレスが爆発しそうな時は両手をピースしてカニカニとつぶやきながら横移動してみるとよい悩んでいることがバカバカしくなる。 日本には千年以上続く老舗が七社ある。二百年以上は韓国では零、中国では十、インドで三で、日本はなんと三千ある。世界に七千あると言われる二百年企業のうち、 実に半分近くが日本に集中しているのだ。豆腐は腐った豆と書くが、これは豆腐発祥の地、中国でぷよぷよして柔らかいものに、腐るという字を当てるためである。 デジタルの語源は指という意味を持つデジットという言葉である湖に恐竜は入れない大阪城の住所は 大阪城一番仏像を拝むことは釈迦は拒んでいた水の沸点は百度ではないヘチマの由来はいろは歌。 クリオネの正式名称は「裸亀貝」木工用ボンドの正式名称は「酢酸ビニル樹脂エマルジョン系接着剤」「ツチノコの親は古事記に登場している」 ガトリング法はガトリングさんが発明した。警察官は死体を運ぶと千二百円もらえる。退化金庫は二十年経つと無意味。 日本にはドイツから原爆の設計図が運ばれようとしていた右手で招いてる招き猫と左手で招いてる招き猫は招くものが違う国内記録上最大の票は。 大の大きさ砂漠でも魚が釣れる24時間開いている裁判所があるアリはフランスで絶滅寸前 エクアドルの切手には野口英世が描かれているものがある昔の市民はこんにゃくで暖を取った頭の良さと脳のしわはあまり関係ない 国産初の扇風機には電球がついていた。バスやトラックなどのディーゼル車が大気汚染を防ぐため、こまめにエンジンストップを心がけているようにと推進されているが、エンジンをかけるときに排気ガスが大量に排出されるので、 逆効果になることがある首を伸ばすと元の体長の5倍になるプランクトンがいる県名と県庁所在地名が同じ県と同じではない県があるのは明治政府の意地悪。 新潟県と山形県の境には日本国という山があるマグニチュード6以上の地震の2割は日本で起きているガサ入れのガサはサガスのサガの逆さ読み 知らんという物質がある世界で初めて呉に濁点をつけて呉にしたのは福沢諭吉雷は二回目も同じ場所に落ちやすい バクは、掃除用デッキブラシで腰をゴシゴシされると、犬がお座りするときのように腰を下ろす。さらに背中をゴシゴシすると、うっとりした顔で横になり、そのまま眠ってしまうこともある。 透明なガラスは不純物がないから透明なのではない。むしろ不純物を入れることによって透明に見えているだけ。不純物を取り除くと透明にならず、一見無色透明なガラスは不純物だらけである。 スカイプの音声サービスの中の人は名探偵コナンの服部平次と同じ人である金魚すくいの時に使うあのすくう道具はポイという。 足がなかなか痩せない人は筋肉が凝り固まって血行が悪くなっている場合が多い。そんな時は膝の上を揉みほぐす太ももの裏側を軽く叩くのがいい。筋肉がほぐれ血行が良くなるため脂肪が燃焼され痩せやすくなるのだという。 アルファベットの e は「E」は昔カタカナの「よ」と書いて表記されていた「ここ一番屋でルーは一回限りだがおかわりすることができる」「注文時にルーマシで」と言えば 一杯分のルーが入ったポットをつけてくれるバランスを考える必要も福神漬けで食べる必要もないガラスは液体である 生理痛を緩和できる食べ物は、セロリ、人参、パセリ、ごぼう、ごま、黒豆、小豆、豆腐である。生理痛をひどくする食べ物は、パン、卵、砂糖、イカ、ナッツ、 カフェインを含むものである。ジュースのうちフルーツが切れている絵が載っているものは果汁100%のジュースである。 日本最初のハンバーガーチェーン店はドムドムバーガーである食べたものは10秒で胃に到達する使い捨て回路 初めて発売したのは、お菓子メーカーのロッテである。イノシシと豚を掛け合わせたのを、イノブタ。イノブタと豚の子供をイノブタブタ。イノブタとイノシシの子供は、イノイノブタ。 である人は人生で3万5,000枚のクッキーを食べる人では 胃袋を口から出して食事をする。日本にタバスコを広めたのは、アントニオイノキである。 富山県では多くの交差点に雪かき用のスコップが設置されているスペイン語で「妻と手錠」は同じ単語である。 ハエの遺伝子は一万五千個くらいあるが、そのうちの七十パーセントは人間と同じである。イソギンチャクに潜り込んで身を守るクマの実。 大体一株のイソギンチャクに一つの群れが暮らし、群れの中にはメスが一匹で、残りは全てオスである。このメスはというと、オスが性転換したものである。群れの中で一番大きなオスがメスに変わり、残ったオスの中で一番大きなオスと夫婦になって、 卵を産むタイヤといえば普通は空気が入っているが飛行機のタイヤの中には窒素が入っている飛行機は防災などのために窒素を入れているのだそうだ 新幹線のトイレは、下の方に通気口があり、そこに空気が吸い込まれるようになっている。入り口のドアにはスリットがあり、その隙間から空気が内側に入り、鼻のあたりに漂っているアンモニアを巻き込んで、下の通気口へ吸い込んで外に出している。 だから新幹線のトイレはあまり臭わないのだかゆみ止めの薬「無比」は「比べるものがないほど優れた効き目」という意味の「ないに比率の比」と書いて「無比」が由来となっている。 無ヒはブランド名で製造販売は富山県の池田模範堂が行っているゆうパックは切手で支払いができる 指切り玄慢うそついたら針千本飲ます指切ったの玄慢んんとは漢字で書くと拳に一万の万となり握り拳で一万回殴るという意味になる本についているしおりの紐。 あれをスピンという。ホタルにとってコミュニケーションを取る手段であるホタルの光。その光り方は東日本では4秒に1回、西日本では 二秒に一回の感覚で光る野球の始球式の空振りは日本で生まれたとされている日本で最初に始球式をした時投球を行った政治家教育者の 大隈重信が偉すぎて打者が空振りをするしかなかったという逸話に由来する説がある。扇風機は6年から10年くらい使用し続けると突然発火する恐れがあるため。 定期的に買い替える必要があるペットボトルの「ペット」は略語で正式には「ポリエチレンテレフタレートボトル」であるオロナミン C などの「 瓶が茶色なのは太陽光によって中のビタミンが破壊されないように防ぐためである。日本の死刑囚は基本的に刑務所に行かない。 五つ子が生まれる確率は3億3211万110分の1である魚料理を定期的に食べていると脳卒中や心臓病のような循環器系の病気リスクを抑えることができる。特に 脳卒中は四十パーセントもリスクが下がる。母音が A で終わる名前の人は恋愛においてきつい性格、真の強い人が多い傾向がある。母音が 愛の人は竹を割ったような性格。爽やかで素直な人が多い。優はねくらな性格や恋愛感情を表に出さない人が多い。E は頑張り屋や努力家が多い。王は 優しく癒し系が多い忍者の使うまきびしは追っ手の目の前では使わずあらかじめ逃げ道にまいておくのが正しい使い方忍者はまきびしだらけの道をすり足で歩くことで 巻きびしを踏まずに歩ける。日本語の英語表記のジャパン。このジャパンという言葉には日本以外にも日本の伝統芸術の漆、漆器という意味もある。 ブービー賞は本来、間抜け、という意味を込めて最下位の人に与えられる賞であったが、ゴルフコンペなどで、景品目的にわざとブービー賞を狙う人が続出したため、狙っても取りづらい、最後から二番目の人に与えられる賞となった。 世界中で字を読めない人の数は十億人ほどいる。日本の識字率というのは99.9%である。関西国際空港は関西インターナショナルエアポートで KIA というコードのはずだが実際は KIX であるこれはパプアニューギニアのカイヤビット空港が KIA をすでに取得していたためであるネットオークションで 商品の背景の色を赤にすると入札額が高くなる傾向がある。ステゴサウルスは全長9メートルにも達するが脳のサイズはクルミの実ほどしかない。 北海道にはやりきれない川という名前の川があるガーリックは糖質の分解を促すアリシンも含み疲労回復や体力増強に効果があり需要競争の効果もあると言われる 金メダルは銀でできている自動販売機のボタンを2つ同時に押すと必ず左側の商品が出てくる赤外線や紫外線には名前から 赤外線は赤色をしているように思えるが、可視光線である。虹の七色。赤、オレンジ、木、緑、青、藍、紫よりも外側にあるため、色は存在しない。 クラシック音楽の楽譜には色付きの音符もある。回路の封を開けて口をつけ約30秒間息を吹きかけることで早く温めることができる。回路の中の鉄粉が空気と触れて 酸化鉄になることで熱を発するためである。チーズに含まれるカルシウムは体内での吸収率が良く牛乳に含まれるカルシウムより効果的に摂取できる。 ハリウッド俳優ジョニー・デップは対ピエロ恐怖症であるイカスミパスタがあるのにタコスミパスタがないのはタコスミは毒素が強く抽出しづらい場所にありイカに比べ量が少ないため 料理向きではないのだ最新のハサミにはベルヌーイの螺旋が応用されているベルヌーイの螺旋とはオウムガイの殻や台風の渦などの形状これを使うことで刃のどの部分でも 同じように切ることができる医者や看護師は脈拍を測る時同時に呼吸数も数えている読書の習慣がある人は ストレスを感じた時ハーブティーを飲むより小説や漫画を読んだ方がストレスが軽減されるという研究結果がある世界で最も多く飼育されている家畜はニワトリである。 現在フルートは金銀プラチナなどの金属で作られており金管楽器に間違われやすいが木管楽器である染めい吉野を漢字で書くと染めるに井戸の井。 吉田の吉、野原の野で、現在の東京都の駒込辺りにあったソメイ村が発祥とされ、奈良の桜名所、吉野山にあやかってこの名前がついた。ソメイ吉野は、単体で交配することはできず、クローン繁殖のみで増殖したため、 日本にあるソメイヨシノはべては全く同じ DNA である。